そらくね、川口さん、準備の段階でセカンドです。今日はセカンド村林、セットバッター関根を打ち取りました。ワンアウトです。準備の段階でしっかりこうやるべきことをやって、はい、ブルペンでも毎回同じ状態ではないと思うんですよ、はい、ここで内側狙っていきましたけども、ちょっと甘く入ったところ、しかしセッターが追いつきます。ちょっと中途半端なスイングになりまして、ピッチャーの田中が抑えました。これでスリーアウトになりました。もう変化球を集めてきています。もうこれいっぱいです。見逃し三振でワンアウト。スライダー、スライダー、スプリットスライダーってきたんですね、打席の中で。ここも変化球で空振りです。奈良場と田中の方も今度はストライクゾーンの中に変化球を投げてきました。はい、叩きつけたバッティングはピッチャーの田中を抑えます。一塁間に合ってスリーアウトです。センターへ、岡島ほぼ定位置でした。センター、うん、最後は空振りです。そんな中で関根三振を奪ってこれで2アウトです。2球目センターへ上がった打球は下がっていきますが、岡島追いつきました。2球目まっすぐ打って打ち上げたセンターです。今日はセンター岡島、非常にこうリズムのあるピッチングでした。セットを打ち取ったところで、ね、3球目打ってサードへのゴロです。サードの須田杉、確か14球、はい、三遊間、今日はショート茂木です。一軍サブマネージャーのお話なんですが、はい、ライトに上がっています。ゆっくりとディクソンを使いました。コースのスライダーですけどね。ファーストが出てきます。内田自らキャンパスでスリーアウトになりました。最後は外の球、ちょっと一投も空振りしたと、今の球種何だったんだろう。引っ張ったあたりはファーストが抑えます。内田自らキャンパスでスリーアウトです。最後は外まで変化球、空振りを取りました。初球からいきます。ショートよく取った。一塁送球です。ワンアウトです。ナイスプレーですね。ショートの茂木、いいプレーでした。今日はイーグルス小深田ではなく、叩きつけたバッティングはここもショート、軽快なプレーです。茂木最後変化球でした。31キロから始まる攻撃。昨日ヒットを打っている楠本、初球を打ってバットが抑えました。ですけどこれも変化球、ピッチャーを抑えます。いい反応でした。田中打ったゲームですけども、そのうちの1本がこの佐野のホームランでした。センターですが、ゆっくりと打球が下がってきました。スリーアウトになりました。この回も球数少なく終えた田中将大です。ここまで95球8回投げ終えています。